北天神昭和通りと天神三丁目バス停北天神または天神北とは福岡市中央区天神の北部周辺を指す地域名である。おおむね昭和通りを挟んで北側の地域を指す。中心となるのは昭和通りの北を渡辺通りの西で南北に貫く親福通り。予備校が多数近隣に存在したことから若者の集まる 繁華街として賑わっていた。また外国人向けの店もあり、単に遊びたいものだけではなく、語学を学びたい学生も多かった。しかし、西鉄福岡駅の南進や、ソラリアプラザ、福岡三越といった大規模商業施設が、天神の南側に誕生すると、天神の中心軸は大名や今泉へと南下。親不幸通り周辺では、賑わいが、 徐々に失われるとともに、店舗の対象年齢層も20代後半から若年齢化していった。北天神エリアにとって一つの転機となったのが、2000年3月に天神5丁目にオープンした、マンダラケ福岡本店である。サブカルチャー向けの店舗としては1996年開店のアニメート福岡天神があったが、敷地面積1483平方メートル。 地上5階建てという大規模店舗の誕生は、その周囲にサブカルチャーを扱う店舗の出店ラッシュを招き、さらに G ストアがキャナルシティ博多より移転、ボークスも大名からショッパーズ福岡に移転するなど、既存店舗の移転も相次いだ。またミニカーやトレーディングカードゲーム等、特定の商品を専門的に扱う小規模の古物商が店を構えた。加えて、 2005年頃から九州発のメイド喫茶をはじめとするオタク向け飲食店がこの地域に多数出店。2015年にはサナトリウムをモチーフにした看護婦のコスプレをした従業員のイルガロウ、不思議博物館分室サナトリウムができ、2018年には出版社の書主館官,官房が運営する海外文学や四箇書を揃えた書店。 本のあるところアジロがオープンした。また、メディアカフェポパイ、サイバックといった漫画喫茶が出展している。北天示ムエリアには、上記の他にジャニーズショップがあるとともに、ニュー MGC 福岡店や中田商店の提携店で、ある、スワットの存在があった。また、天示に4丁目にある、宮古久市会館では、アニメーションの上映会やイベント等がたびたび、行われた。 また全浪祭モルティ天神ビルにはレンタルイベントホールがあり休日にはコスプレイベントがたびたび開催されているまたコスプレダンスパーティー会場として利用できる店舗も多数存在するライブハウスが多く福岡のローカルアイドルの公演も多く開催されているまた現在はローカルアイドルが勤務する飲食店も出店した加えて松隈健太が 代表取締役を務めるスクランブルズの福岡オフィスが2019年11月、親不孝通りに設立された。これらの存在により、北天神は東京の秋葉原や大阪の日本橋、名古屋の大須などのような、いわゆるオタク街を形成しつつある。北天神が秋葉原などと異なる点として、家電量販店、パソコンショップが存在しないことが挙げられる。 お宅街の中でも特にミニチュアゲームやボードゲーム、萌えビジネスに特化したエリアであると言える。2011年に入り、アニメートが天神ビブレ内にマンダラケが大名にそれぞれ移転。ショッパーズ福岡専門店街の閉店により、ボークスその他の商店舗も移転。さらに2016年に入り、メロンブックスが ベスト電気福岡本店9階に移転、羅針ンバミヤ、カードラボも同施設の8階に出展し、天神地区のお宅街は北天神から南下しつつある。2020年には TV 番組ドゲンジャーズのロケ地として、親不幸通りや須崎公園、長浜公園などが扱われた。現在では MGC の名を冠した唯一の販売店である。MGC は、 日本を代表する遊戯銃メーカー。現在は、承人橋通りに移転しており、北天神に店舗はない。以前は、松屋電機があったが撤退している。また、ショッパーズ福岡に、地場採用手家電量販店ベスト電機が出店するが、早期に撤退している。ただし、天神中心部、天神南部には、ベスト電機本店、ビッグカメラ、 カホパーツセンターが出展している。ヨドバシカメラやマウスコンピューターのダイレクトショップは博多駅地区市口にあり、福岡県を代表するパソコンショップであるアプライドも天神地区には出展していない。ありがとうございます。